最後の夏楽しみ、今の2024の夏。静かすぎてやばい。雲の上にいましたみたいな。確かに3人で。3人、うちは私もいる。ありがとう。3人で。すごいよ。すごい、もう空気感がすごかったね。ちょっとすごかったよ、皆さん。全部いいけど全然違うよね。うん、違う、もう何も言えないわ、もう、うん、本当に。本当に。なんかみんな何も言えなさそうな感じだった。うん、もう拍手できなかった。うん、すごすぎて。ってなった。過ぎた。いや、めちゃくちゃ今までのファンタジーで一番満足だった。うん、楽しかったね。本当楽しかった。超可愛かったな。どうしようあれ。ちょっとまたさ、毎回フィナーレが可愛すぎて忘れちゃうんだけど。忘れちゃう。待って、思い出そう思い出そう。で、ミーティアも良かったよ。ミーティア良かった。あの美少女戦士みたいだった。二次元すぎたんだけど。うんうん、何あれ？二次元すぎない？うん。衣装もさ、何あれ？すっごいさ、光ってたよ。光ってた？キラキラ、ここになんか羽生えてるし、うん、変身途中みたいな、うん、羽生えてる人の名字、羽生えてるのやばくない？やばいやばい、そんなはずない。そんなうまいこといかないって人生は。すごかった。3位めっちゃやばかったし。やばかった。3位やばかった。3位やばかった。うちはの結構前です。目の前でね。なんか3位に向かう時の記憶がかっこいいすぎて記憶を失った。飛ぶ前に記憶を失ってしまったんだけど。気づいたら降りてた。めっちゃ綺麗だった。めっちゃよかった。やばかった。何あれ。やってた。だから何だかダニーボーイは妖精だけど、あれ羽根さんのソウルって感じ。本当にみんなあれ可愛すぎたし、え、なんかやってたよ、あのショートサイドでね、あれなんかショートサイドでこんななんかやってたよ。なんかあのファンサを死ぬと思ったよね、横から見て気をしちゃった。やばい、超可愛かった、ずっと笑ってた。そりゃそうなんだけど。だってミーティアあんなかっこよかったのにさ、ね、そうなんで、さっきもね、あんななんかガンダムみたいな感じだったのに、突然天真爛漫な笑顔やりやり、しかも顔ちっちゃい、ね、でそれ人間自在で、ダニーの声だってね、もう消えりそうな感じだったのに、ミーティアクソでかかった、クソでかかった。デンデンデンもう可愛いってさ、やっぱ無敵なんだよね。無敵だよね、きっと。もう可愛くて何でもよくなった。うん、可愛かった。もうこんな最果ての地もできて本当だよ。もう全然いい、どこまでも行くわ、あれ。どこまでも行く。なんか本当に客みんな羽生さんのこと好きすぎね、ちょっと好きすぎ。自分もだけど。愛知の客良すぎ。うん、めっちゃいい、めっちゃいい、マジでいい、マジでいい、良すぎ。すごい、うるさい時はめちゃくちゃうるさいけど、静かな時はめっちゃ静かで、すごい、うん、あんな統制取れてることない、うん、本当に従えられてる羽生さんに、ね、羽生さんが好きすぎて全部言うこと聞いてたよね、うん、いつもの最後犬なんだよね、完全に羽生さんの。ワンワン、確かにすごい従順だね。羽生さんの手でさ、全部さ、操れてる、ね、手だけでやばいやばい、うん、もちろんそれは羽生さんのためならね、もうそれはね、何でもします、何でもしますよ。今何でもできる、なんかハヤブサとかやるというのはできるかも。縄跳び全然できる。今ならね、150m 走7秒台とかで走れる。本当に楽しかった。本当に楽しかった。イエーイイエーイ、やば、明日も楽しみ。バカイ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 、ビッグラブビッグラブ。バイバイ、また明日お会いしましょう。
2024夏終了。衣替えしようかな。もう秋の風吹いてきてるわ。はいはいはい。あ、バイバーイ。またいつか、いつ何に出るのか教えてください。ミラノは行くんですか。